一三ニコラウ島はカーボベルで、バルラベント諸島の島。サンタルシア島とサル島の間にある。人口は12,864人。経済は農業、漁業、観光からなる。人口のほとんどが都市でなく田舎で暮らす。山がちな島で大半が農業に従事しているが干ばつに左右される。平野と丘陵が海岸部と内陸部分を占める。 島の東部を半島が占める。最高地点は、ゴルド山の1312メートル。他に、中央のビサウ山と東のアルベルト山がある。16世紀に、初めて定住が試みられた。中心の町リベーラ・ブラバは長く、カーボベルデ市教座があったため知られている。港湾の町タラファルデ山、ニコラウがある。1940年代に島全土を襲った飢饉のために、主として、 三島目プリンシッペへのデイミンが進んだ。サンニコラウは二つの基礎自治体に分けられる。リベーラ・ブラバとタラファルデサン・ニコラウである。基礎自治体は、正式には、サンジョアン・バプティスタ教区とサント・アンドレ教区が、含まれている。協業制が施行されているのは一つのみである。西部を占めるタラファルデサン、ニコラウは、島の他地域が、自前の基礎自治体を作ったことから分けられた。 ありがとうございます。